敵軍は未だこの領域を完全に掌握したわけではない。いずれの領土でもない。いわば中立のセクターが存在している。敵軍に先んじて中立セクターを奪うべきだと進言する。領域を兵隊している隙を突かれたか。敵軍の接近を許すとは。だがあとわずかで兵隊できる。中立セクターの制圧を極力優先してくれ。うむ、敵の成敗は後だ。まずは中立セクターをいただこう。お、敵の相手は後回しかい。まずは中立セクターと。まずい、ここで中立を奪われれば敗戦濃厚だ。こちらも中立セクターを狙う他にない。彼らよりも先に制圧しよう。制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。制圧できましたね、キャスター。その調子で変に遊ばないように。中立セクターが奪取された。まあそうでなくてはね。そこが中立セクターだ。制圧のためロストマトリックスを探し出せ。ジョイフ、このまま一気に攻めるぞ。各自戦力の手薄なところから落とせ。任せるがよ。世の華々しき活躍を見よ。おう、言われるまでもねえ。片っ端から攻め落とす。おや、何の違和感が。この近くにロストマトリクスがあるようです。ご主人様、周囲を探してみましょう。怪しいところに攻撃するのです。制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。中立セクターを制圧されてしまったか。あちらの軍師も分かっているらしい。で、進軍します。優しく殺してあげましょう。やれやれ、セクタートラップですか。コードキャスト足りてます。だらしのないこと。制圧完了しました。あとはお好きにどうぞ。マスター、コードキャストを。500体撃破とは。少しだけ見直しました。想像以上です。もうご主人様のイケメン使いどころが分かっています。遠征よ、払え。では黒焦げといきましょう。キトビーや炎天よ、払え。戦隊撃破か、おめでとう。見飽きました。反撃を自爆し輝いてます。うにゃ、マスター、ちょっとヤマメです。黒焦げと行き反撃参ります。その顔見飽きました。ジャンプ、華麗に決め。中立セクターに侵入したな。どこかにロストマトリックスがあるはずだ。うん、味方が攻められているようですね。おや、何の違和感が。この近くにロストマトリクスがあるようです。ご主人様、周囲を探してみましょう。怪しいところに攻撃するのです。引き続き捜索を続けろ。こちらジョイナ、こちらです。遅いぜ。きっときました。ジョイナ、こちらです。引き続き捜索を続けろ。1個挑戦参ります。
は大作家よっ。聞かねえよ。制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。楽しげに制圧したの。今日を滑る女は違うということか。狙いは外しません。ほらほら、チンタラやってんな。ほらほら、チンタラやってんな。ぶん回すか。はい、やつ。あ、やば。申し訳ありません、ご主人。来たね。気がついたらマップが真っ赤っか。というか完全敗北寸前。我が軍大ピンチです。おいやっけ。私はキレイ吹き飛び。お覚悟。うん、味方が攻められているようですね。あ、やば、マジやば。たまもの神倉庫お忘れなく。敵面よく燃えますね。つらい。ここまでかよ。悪いな、先に楽になるぜ。コッパドケロリアップ。防衛大成功。さすがです、ご主人様。救援成功ですか。手間が省けて助かります。やれやれ、セクタートラップですか。コードキャスト足りてます。勤勉なのは良いことです。もはや止まりませんね。どこまで行くのか見届けるとしましょう。独壇場と参りましょう。華麗に決め。ヨガ相手になろう。
て決め。よ、お互い悪気つね。今日こそ決着をつけてやる。ご主人様、いざ。水、雷鎚。ひれ伏すがよい虫けらが。お棚悪ぎつね、今日こそ決着をつけてやろう。それはこちらのセリフです。お覚悟、皇帝陛下。アーチャーが出現したら撃破に向かってくる。決着の時だ。痛いではないか。もう許さないからな。ではないか。手早く片付けるとしよう。貴様を倒してしまえばいいのだろう。大化粧減らぬ口よな、キュウコ。無粋極まるわ。分け知り顔ももはやここまで。望み通り引導を渡してくれる。パチッときました。救援成功ですか。手間が省けて助かります。ああもう味方がピンチです。ご主人様、面倒ですが助けに行きましょう。ひとっ飛びです。プラントです。ご主人様、まずはあちらを倒しましょう。やれやれ、セクタートラップですか。コードキャスト足りてます。マスター、コードキャストを。もはや止まりませんね。どこまで行くのか見届けるとしましょう。もうご主人様のイケメン、使いどころが分かっています。やってくれる。味方の被害が拡大中。いかがします。しばらく、しばらく味方の被害が拡大中。いかがします、マスター。この調子で徹底的にぶっ潰します。
制圧できましたね、キャスター。その調子で変に遊ばないように。マスター、コードキャストを。ここからだ。ご主人様のイケメン使いどもん。ご主人様のイケメン使いどころが分かっています。逃がさん。イガンマ大作家、よく燃えますね。反撃に参ります。お覚悟。パチッときました。メタバイス制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。楽しみに制圧したの。今日を滑る女は違うということ。このままだと味方がやられちゃいます。出戻り、逃がさん。ガラカム、ここまでだ。もし力量を見誤ったか、邪魔だ。決めるぞ。メタバリ。あ、やば、マジやば。賜物紙倉庫お忘れなく。ガラーキだ。ご主人様、面倒ですが助けに行きましょう。もはや止まりませんね。どこまで行くのか見届けるとしましょう。吹き飛びやがれ。目障り。お覚悟。行くぞ。このままだと味方がやられちゃいます。防衛大成功。CO は間に合ったか。さすがだな。華麗に決め。炎天を払え。いいだろ、付き合ってやる。コッパだ。ひとびや。おっと、反撃前に。ここからだ。どいていろ。やってくれる。観念しろ。ここまでだ。
COO は間に合ったか。さすがだな。ジャンプ、ひとっ飛びです。華麗に決め、ブラント発見です。私あれ大嫌いです。逃がさん。調子で徹底的にぶっ潰します。やりましたね、ご主人様。これで全部私たちの領土です。急ぐとしよう。カチッときました。ガラガラもらったぞ。勘弁しろ。ここまでだ。えい、反撃参ります。あ、やば、マジやば。賜物神倉庫お忘れなく。カチッときました。戻り、トン、トン。もはや止まりませんね。どこまで行くのか見届けるとしましょう。トン、お覚悟を決めたい。吹き飛び上がれ。えへい、メタル、トン。えへい、私、輝いてます。行っちゃうぞ。身の程を知るがよい。見ていくぞ。この戦果、優秀なマスターがいるようですね。おつおつ、勇気を出そうとしていたらついおずおずとしてしまって、えへみっこ、みっともないですよね。
でもいいんです。私みっともなくても朝の続きをご所望ではないですか、ご主人様。いえいえ、皆まで言わずともわかります。当然ご所望ですよ、ご所望ですよね。ずるいですご主人様、私はいつだってもうとっくに覚悟はできていて、あなたの都合なんてお構いなしにいっそ押し倒してしまえれば、それがこの千年鏡、私の欲望のためだけに作られた都、その中心たる城の天守、さらにはとっておきの寝屋にこうして、そんな風に不意に押し黙って、私もう辛抱たまりませんです。誘い受け、誘い受けですかご主人様。よっしゃ、その挑戦受けたまわりますとも。ご主人様、あなたは私を恐れないのですね。立場は違えど、あなたは私を見つめてくれる。目を伏せず、まっすぐに。戦う者。ええ、その通りです。私は人ではなく、災害と同じもの、セラフのすべてを侵食し征服する。ムーンセルを停止させ地表の文明を一掃する。外来の絶対的な敵として、私の理由。不思議ですね。同じ姿なのに本質が違う。同じ問いなのに意味合いが異なっている。あなたは私が私のままでいいと言った。否定するのではなく、あり方を許容したままで違う道を探すべきだと。でもそれは私にはない選択です。私はただ破壊する。命を壊したくはないけど、結果として壊れてしまう。文明を破壊する、生命を破壊する、それが私のあり方。変えることなど不可能です。諦めるのはあなたの方です。本当に無駄なあがき、無駄な問いかけだ。あなたの方こそ私の虜になるべきなのに、いつまでそうして私の虜であることを否定するのですか。余計なことばかりで体が重い。ああ、いつこの夢は覚めるのか。見つけましたご主人様。いいところで突然フラフラしてらっしゃるから、まさかと思えばご覧のありさま。トンビに油揚げとか狐的にも中勘弁。かくなる上は浮気相手ともども炎天にて狐のお灸を据えま。待って、貴様いずこの晩神よ。その気配、その圧力覚えかあるぞ。そうそう、来ましたか。よもや私と同じくして人類の敵対者とは。
セラフに迫る未曾有の脅威。なるほど、お前か。言ってみただけですから。ご主人様の意識に潜り込もうとする不貞の輩、すぐでも獄門送りにしたかったのですが、できませんでした。あれは随分と力のある存在でした。英霊アルキメデスが躍起になるだけはある。それだけです。ただの敵、決して情を移すべき相手ではありません。よろしいですね、ご主人様。私の目の黒いうちは絶対駒使い、部屋の掃除を命じた覚えはないぞ。やっ、ビーリービーリーするか。いけるわ、完全に稲妻耐性を習得したわ。次のライブはアンプも100万ボルトよね。って、そうじゃなくて。何よ、今回はいきなり電撃なわけ？前工場もあんまりないなんて、今回は随分と余裕ないじゃない。未熟、次は指2本というところか。うわー、ちょ、すっごいビリビリズル。別に、こんなの、どうってこと。さっさと去りなさい、駒使い。慈悲深いご主人様に感謝することです。この場でお前が黒焼きに果てるのはあまりにも哀れとのおぼし召しです。ああ、慈悲深いこと。戻ればいいんでしょ。分かってる。うわ、お見苦しいものをお見せしちゃいました。どうかお忘れくださいましね。さ、もう襲いかかったりはいたしません。今宵はゆるりとお体をお休みくださいませ、ご主人様。さて、ここまではあちらとさして変わらず。だがこちらは違う。いまいましい感動屋のセイバーに比べれば、欲望に忠実なキャスターは理解しやすい。今回はより手をかけた天秤だ。うまく運ぶようせいぜい祈るとしましょうか。うん、祈る。この私が何に祈るというのか、強いて言えば優勢そのものに思いを傾けるか。おや、これは殊勝なものですね、ランサー。しなくともいい仕事を忠実にこなすとは、うん、カルナ・リョフ・メドゥーサ、王妃の正規配下たる3期とは異なって、あなたは文字通りに駒使いを命ぜられている身分。なぜ従うのです？王妃はあなたを指して重要視はしていない。
王妃の支配領域から逃げようと思えば、あなたは逃げることもできるでしょう。だが、あなたは決してそうしない。そりゃ、屈辱だけど。でも、いいのよ、多分。これで。私は、たくさん償わないといけないの。こんな、さ、ただの労役で済む罪じゃないと思うのだけどね。ふん、その塩らしい表情を王に見せればきっとあなたに手を差し伸べるでしょうに。まあいい、茶番はこの辺りで終わらせよう。お前の幕だ、エリザベート。キャスターにつけられた呪縛は私が解除してやる。その見返りはわかる。何？私を担ぎ上げようって話、本気だったんだ。あの狐より竜のがマシってこと？バカを言え。どちらも最低だ。強いて言えば体つきだよ。黄金比というやつだ。人体として私は貴様の方が好みなだけさ。さ、首元を出せ。その程度の不術、私の前では積み木と同じだ。傷一つなく解いてみせよう。ああ、ついでに多少のチューンナップもしてやるぞ。前回はそれで失敗したからな。今度はレガリアを正しく装着できるよう霊気の強度を上げてやる。うん、何を言っているかわからないけど、いいわ、受ける。あの狐、明らかにおかしいもの。いくら精神だけだからってコリスを見捨てるとかありえないわ。そうか、それが理由になるのか。皮肉な話だ。人生何が転落の原因になるかわからないな。まあいいさ、お前はレガリアを手に入れ新しい支配者となる。その後は好きにしろ。ただしレガリアは必ず統合せよ。王妃の持つレガリア、皇帝の持つレガリア、やがて来る3つ目と合わせてお前は分かたれたレガリアの全てをつなげねばならん。それはいいけど、3つを統合してもどうせ壊すんでしょ。なら1つずつでもいいじゃない。そうはいかないのだよ、ランサー。万全完全な状態のレガリアでなければムーンセルの停止にはつながらない。レガリアとは鍵にしてシステムなのだ。完全な形で壊して初めて全体に波及する。その時こそ忌々しきムーンセルに対して我らの策が最大の致命傷を与えることになるのだ。忘れるな。か、ええ、わかってるわ。私の償い、馬鹿げた遊びはここまでということね。ご主人様、いえいえ、そのように衣を正さずともちょっとした質問をするだけですので。さてさて、私の考え違いであればよいのですが、一度そう考えると夜も眠れぬのが女の性。夜の静寂を乱してもご主人様に確かめずにはおれません。ご主人様、先ほどめまいの折、あれなる白い女を前にして見とれてはいませんでしたか？ですよね、そうだろうな、分かってはいましたが、そのお言葉を聞けてたまも大満足です。そうでしょうとも。いかに今までいないタイプの新キャラであろうと、ご主人様の心はここにあり。まあ本音言うとちょっと自信ありませんでしたけど、だってあの白い方、私とキャラが被っています。
何かの間違いでご主人様がフラッと誘惑されないか心配だったのです。え、どこってほら、まずミステリアスでクールで姉属性の絵に描いたようなパーフェクト美女でございましょう。あとはまあもう一つ共通点があるのですが、それは私の名誉のために伏せるとして、とにかく同タイプのライバルなのです。本質的な話で言えば、あの皇帝陛下より負けられないと申しますか、ネロさんに一歩譲るのはまだしも、あの女にはご主人様、もう大切な話を切り出そうとしたのにタイミング逃してしまいました。ですがご主人様のお気持ち確かに受け取りました。私は水天日光、水面にて火を照らす鏡、それが曇っていてはあなた様のお顔も曇るというもの。改めておやすみなさいませ、マスター。不安な気持ちはつゆと払い、明日にはいつもの私に戻りますね。